れからいろいろあってゲームを始めてトータル5時間かかりました。この宇宙バイオーム的な場所を発見するまで実に長く険しい道のりでした。そして今も今までとは比べ物にならない強さの敵の襲撃を受けている真っ最中なのです。最初の場所で砦の壁の主力だったあの岩がもうここでは砂のブロックのごとく壊され、時間稼ぎにくらいしかなりません。ああ怖い。そんな恐ろしい中、今私たちは宇宙の岩なるものと宇宙の粘つきなるものを獲得するためここにとどまり、敵と交戦中です。ゾンビの襲撃は朝までの我慢なのです。天井にも穴が、赤いゾンビの野郎がいるようです。落ちてきたらこのピッケルでこづいてやるからな。いやー危なかった。クッチョが丈夫な体でよかった。こうやって誰か生きていればその場所にピピッとワープできます。拠点を記憶する道具があるのですが、私たちはこの時点で使っていなかったので超スリルです。宇宙の岩でスターウォーズさながらのライトセーバーをクッチョが作ってくれました。無駄に拠点で振り回すと一撃で岩などは破壊できてしまう危険な代物です。なので私には危なすぎなので、なぜかもう銃さえ捨てて岩掘りするためのピッケルで前よりはるかに強いゾンビをこづいています。おでこめがけて、いやもう眼球めがけてこづきまくります。このエリアにはゾンビのみならず宇宙人もいます。朝になったら多分クッチョがこの砦の下にゾンビホイホイなるものを作成して、ゾンビからのドロップ品を集めるぞと一人張り切っています。私は何もしないと怒られ、余計なことをして怒られる、きっとそうなると確信しています。だけどこの世界ではクッチョについていくしか私の生きる道はありません。熟年離婚を目論む主婦のように今はただクッチョについていくことにしよう、そう心に決めた今日なのでした。検討を祈ってください。